はい、どうも、こんにちは、沖縄馬場です。さっきから体勢が変わっていませんね、ぬこたちは。はい。えーとですね、えー、なんというか、ありえないことが、ぬっぽんで起きています。えー、本当に、えー、ダーの岸岸さんは、ぬっぽん人のライフがね、どうでもいいと言っているような感じですね、これも。はい。えー なんというかね、もう呆れます。これね、あの、井口博士のブログさんなんですけど、まあ、呆れますねあ。彼のやってることは。はい。え、何がかというとね、今、あの、北海道でもね、停電起きてますよね。北海道で停電。はい。えー、まあ、東北でもすごい起きてますけど、オホーツクですよ。オホーツク。停電起きてるの。 はい。えー、今、ちょっと復旧したかどうかわかりませんけど、多分まだだと思います。これ、あのね、発電機。はい、発電機。大型の発電機。何台も、駅に送っています。はい。大型の発電機。何台も、駅に送っています。 これ送る場所間違ってるんじゃないんでしょうかね。まず、まず、自分の国でしょう。まあ自分の国って考えてないですね、このダーのキシキシさんは。はい。自分の国のことを大事だなんて思ってないですよね。 こういう、なんていうのかな、挙動を一つとっても。もうほんとね、いい加減ね、あのー、こういうね、なんていうのかな、偽善っていうのか、なんていうのか、はい、やめてもらいたいですね。まあ、偽善をやめてもらいたいっていうか、この人自身がね、やめてもらいたいですけど、はい。 えー、まあそういうことですね。まず自分足元を見ないと、足元がおぼつくない、おぼつかないのにね、他の国をね、支援とかね、何やってるかって感じですよね、本当に。えー、北海道とかね、大変ですよ、本当に。あのー、停電したら。ものすごい寒いですからね、しかもおぼつくですよ。 もう呆れて物が言えません、私は。はい。えー、バイのコックもここまで来るとね、もう、何も言うことはございませんっていうかね、こういう人を選んじゃう日本人がどうかしてます。はい。えー、もうね、思考が本当におかしくなってるんじゃないかなと思います。もう昨日のね、ニュース見ててもそう思いました。えー、受け答えが変でしたしね、インタビューして、 るねえー、女の子の。まあ、本当ね、呆れます。はい。とりあえず、こちらの記事貼っときますんで、皆さん、あの、読みに行ってください。えっ、ー、と、まあ、あ怒りはね、えー、普通普通なんですけど、はい。えー、とりあえずね、えー、それからですね、えー、今日はね、えー、急に話題しんみりしますけど、ギぎさんのお月命日です。はい。 もう一ヶ月経ってました。もうびっくりします。本当にね、えー、早いのか遅いのかもう全くわからないですね。時間がもう。はい。えー、とりあえずね、うんぎゃさん毎日ね、私にね、存在をアピールしてくれてます。そしてね、えー、みーちゃんのことでね、えー、多分っていうことがあるんで、 ええー、まあ、こちらの方はね、後で、セカンドチャンネルに配信します。多分ね、みーちゃんもね、あのー、昔からのご縁の子だと思います。はい。えーそう思いました。はい。えー、とりあえずね、こちらの方今日ね、えー、ちょうど月命日なので、うんぎゃさんのね、はい、えー、また戻ってきてるくれます。多分、うんぎゃさんね。ええー、みーちゃんもね、戻ってきたんでね、はい。ええー、そう思います。はい。 まあ、こちらの方も後でセカンドチャンネルの方に上げておきます。はい、よろしくお願いいたします。はい、えー、とりあえずね、記事の方、えー、見に行ってください。はい、沖縄おばばでした。